5月25日土曜日、エスパルス VS ベガルタ仙台。今後は、篠田義行監督に、エスパルスをお願いしようということになりました。それからスタッフの体制といたしましては、コーチ久保山さん、それから、フィジカルコーチの土井崎さんに代わって、小久保フィジカルコーチとなります。あとペイトンコーチは、ゴールキーパー専属となります。あとは今の体制と変わらない、スタッフで、これからのチームの復活、まあ、当然5位以上というものを目指し、その中でも今置かれている立場、順位を考えて、まあ、2015年の降格のようなことがないように全力で戦ってまいります。以上です。まあ、この度監督として指揮を執ることになりました篠田です。まあ、改めまして自分の責任感と、あと選手たちと、しっかりと前を向いて、チームを一つにできるように、精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。失点をしているのは事実なんで、やはり距離感だったりとか、全体のコンパクトさ、あるいはまあ簡単に背後を取られてしまうシーンというのは、顕著に見られますので、やはりボールホルダーにしっかりといけるように、またばらけないようにしっかり、11人がコンパクトに、守備をできるようにしたいなというふうに思います。まあ、多少あのフォーメーションは変わると思いますけれども、まあ、選手たちに、伝えたいのは、あの形にはまるのではなく、しっかりとまあ自分たちの距離と相手と、ボールとゴールをしっかり見て、ゲームを進めていきたいなと思っています。まあ、やはり、原点に帰ることはまず一番大事だと思うし、やはり戦う姿勢を前面に出して、一人を孤立させるのではなく、とにかくピッチ全体を、自分たちのものにできるように、そういった姿勢を、サポーターの皆様、あるいは、まあ、自分たちの良さを、表現できるように、していくことが一番ではないかなと思っています。そうですね、あのやはり緊張感のある中で、選手たちは今日トレーニングに励んでもらいましたし、その戦う姿勢という部分ではやはりその1回2回では、培われないと思うので、こういった日々のトレーニング練習の中で、全員がこう切磋琢磨して高め合えれば、おのずとピッチでは表現できるんではないかなと思っています。まあ、私の方もすごく責任を感じましたし、ヨンソン前監督は、本当にありがとうと感謝してるっていう感謝の言葉を、チームのスタッフのみんなに述べて、もらいました。はい。まあ、あの数字上失点も多いし、得点もっと上げなきゃいけないで、現に、勝ててないっていうことが一番の、ポイントだと思うし、ではそれは何かっていうと、やはりじゃあ今までこの11節終わって、あるいはルヴァンカップ終わって、自分たちがどうだったかっていうのをもう一度見直そうと、もちろん守備だけではサッカー進められないし、アタックの方も進めなきゃいけないんだけれども、やはり戦う姿勢だったり、ハードワークという部分では、少しトレーニングの中から足りなかったんではないかなと。まあ、それが全てではないですけれども、各個人でいろんな反省点があって、ただ方向性として向かう上では、やはりピッチの中で、あるいはチームでどうやって戦うかということを、全員が把握しながら、取り組めれば、結果あるいは、まあ、サポーターの皆様にも少し納得していただけるようなパフォーマンスが見せれるんじゃないかなと、そういうふうに考えています。
数字上あるいは順位は特に考えてないです。まずは目の前のゲームに全員で立ち向かうこと、最終的に90分を終えて勝ち点3をものにできているか、あるいはシーズン終わってどの位置にいるかというのはそこで判断できると思います。90分間の中で走り切ることとか、そういったことはもちろんですけれども、一番はやはり選手がいい状態で、ゲームに臨めるように、そういったところは、話し合って取り組んでます。いや、細かい打ち合わせは毎日してますし、やはりこう強度の強いトレーニングが、これから入ってくるので、インテンシティが上がった中で、技術を発揮できるような、そういう準備を、したいなと思っています。そうですね、より、おっしゃられる通りこう精度を上げていかなきゃいけないのと、今少し、焦ってるとかいろんな状況の中でタイミングが攻守において、少しばらけているので、セットプレーに関しては守備は守りきること、あるいはアタックではやはりゴールをねじ込むことっていうのを、そのちょっとしたところをどうやって直していくかっていうのはやはりトレーニングで、何回も、繰り返ししたいなというふうに思っています。夏の補強に関してはまたクラブとも話し合わなければいけないですし、まずはこの今いるメンバーで、目の前のゲームということなので、先のことは、これからだと思います。やはり、みんなに伝えたのはやはり責任感を持ってもう一度臨もうということですので、彼らも彼らなりに、しっかりと考えて今日、練習場に来ているんで、そういった部分でやはり、少しこう目の色が変わってるなというのは感じましたけれども、これやはり継続しなきゃいけないし、勝ち負けあるいは引き分けの中で、あるいは、連戦が続く中で維持できるかっていうのも一つポイントとなりますので、一人で孤立させずに全員が、そういう目を常にできるようにしたいなと思っています。一つは、やはり甘えたことは許さないと、ピッチ上では、リスペクトしながらですけれども、自分に甘えたことはやはり、そこのところは選手には厳しく言うと思います。いろんな面で、ヨンソンさんには教えてもらったし、選手との、付き合い方だったりとか、あるいは普段の生活のところでも、すごく、尊敬できる人ですので、さまざまな部分で学んで、それを自分で活かせるかというのは、僕もこれからだと思いますので、しっかり顔上げて前向いてやりたいなと思います。サポーターの皆様にはアウェー、あるいはホームですごく、声援をいただいて、選手たちは、力になってます。で、引き続きあるいはそれ以上に、選手たちの背中を押していただけるとありがたいですし、我々もそこをできるように、日頃のトレーニングからあるいは本番のゲームでそういった表現をしたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。5月25日土曜日、エスパルス VS ベガルタ仙台。